よし、今日も練習していきます。まずシャドウ。よし。どうも、コバイチの嫁、小林かなです。今日も練習していきます。さあ、1投目はいつもドキドキします。17.5 のイメージで。あー、ちょっと暑いな。わっほい。やっほい。1本残った。これは5番なので、1投目と同じラインで、ポケットに入る位置に投げると取れるはずです。ただ今立ち位置若干違うかなと思ったので、1枚右にずらしますね。これ取れなかったらはずい。あー、どうかな。あ、いいね、いけました。ペアー。よし、あ、今のライン良かったな。ちょっと今のラインでもう一回投げましょう。よいしょ。17.5 のイメージでね、いきますよ。よいしょ。どうかな。あー、ちょっと違う。あー、惜しい。惜しい。また1本残ってますね。ちょっとスペアボールで投げてみようかな。前回スペアボールで調子良かったので、まあこれも経験なのでね、確実に取れる、右ストレートもそうなんですけど、確実に取れるっていうのは強みになるのでね。あー、ちょっと違うな。角度がきつかった。あ、これはセブンピンの位置ですね。ミス。今セブンピンだったら確実だったんだけどな。4番ピンは今のラインじゃなかったですね。ちょっとこれは練習が必要だな。よし、じゃあまたちょっと 17.5 を狙っていきます。どう？よっしゃー、ストライク。よかった、今綺麗だった。よしよしよし。ああ、よかったな。今のラインが良かったですね。17.5。17.5 だな。やっぱり 17.5 だな。ちょっとでもまだあれからね、動画全然見れてなくて、アップデートできてないんですけど。もしかしたらもっと有益な情報がね、福丸さんの YouTube にあるかもしれない。どうだ？あー、うわお。また残った。これまた4ですか？また4ですかね。さっきのラインはちょっときつかったから、もうちょっと内側に入って投げてみようかな。いい練習ができますね。さっきのラインじゃきつかったんだよね。ここに立ってきつかったから、この辺で行ってみようかな。あー、違う。あ、いけた。ペア取れました。よかった。よかった。危ない。違うかと思った。そうだね。スペアボールだから、よかったね。1投目のボールだと最後で、いつも曲がっちゃうから、すり抜けてくんですけど。よし、17.5。わー、暑かったな。お、今ピンが転がったけどダメだった。で、これの残ってるのは、右ストレートじゃなくて、斜めでいきます。対角線上で。ストライク1回しかまだ出てないんだよな。よし。やばい、これ天品しか取れないやつ。セーフ。いやー、取れた。危ない。危ない。危ない。よしよしよし。でもいい感じ。まだオープンフレーム1個しかない。ただストライク1回しか取ってないっていう。もっと点数出したいな。よし。よし、行きます。来い！よっしゃー！ストライク！よしよしよし、いいね。よしよしよし。ただ今17キロとかめっちゃ遅く投げたんだな。結構ゆったりめに投げてたみたいですね。よし。さあ、ダブル、ターキー、フォース、フィフスと出したいところではありますが、ちょっと力まずいきましょう。あ、やばい。あー、うわー、うわー。なんかね、ピンのね、ヘッドが今ちょっと当たってたんですけどね。ちょっとたまにパワーが足りなかったかな。さあ、この位置、ちょっと、さっきの要領でいってみましょう。あ、やばい。全然ダメだ。やばい。ダメだ。ちょっとダメだね。ちょっと日和りました。あー、やばい。今のは取りたかった。今のは取りたかった。よし、気を取り直して。多分な。よし。17.5。17.5。曲がって。よっしゃー！ストライク。よしよし、今綺麗。よしよしよし。あと、90。どんだけ加点できるかですね。よいしょー。あー、よいしょ。なかなかね、うまく投げられないですけどね。いいんじゃない？よしよしよし。危なかったけどね。よかった、ダブル来ました。はい、次10フレーム目です。今いい感じにダブルできてます。加点したい。10フレーム目。よいしょ。今日は来てるね。やっぱいいですね。フィジックスで最近ちょっと根詰めて投げてるので、なんかボールのラインがちょっと見えてきたかもしれない。よーし、あと2回。ストライクだったらパンチアウトです。落としちゃった。最悪だ。最悪だ。落としちゃった。うわー。あー、球を落としてしまったよ。あ、めっちゃもったいないじゃん。いやー、悔しい。さあ、これは取りたい。4本。うわ、変な風に残っちゃってるわ。あ、これどうやって取る？これどうやって取ればいい？これ右ストレート？うわ、悩むな。この残り方、ちょっとあんまり経験したことない。ちょっと右ストレートで行ってみる？右ストレートを、1投目のボールで右ストレートで行ってみようか。あ、落としたらどうしよう。怖い。落としたら怖い。今、1投目のボール。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？うっしゃーた。いやー、綺麗に終わりました。あ、この使い方もできるんだね。右ストレートね。よし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 。よかったですね。188！ いいじゃん！いいじゃん、いいじゃん。1ゲーム投げたら188でした。久々にタッチも出ていい感じですね。取りこぼしたのがもったいなかったな。2フレと7フレ。それなかったらって思っちゃいますね。いやー、けど楽しく投げられたのでよかったです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。久しぶりにこう、スコアが出てとっても嬉しいです。最近ちょっとね、やっぱり練習量が圧倒的に少なかったなっていう反省もしていて、まあ、練習今週ちょっと何回行ったかな、4回来れたので良かったかなと思います。やっぱりね、毎日来るとボールの軌道とかレーンのオイルの感じとかがなんか体の中に染みついてくるというか、なんか直感的にあ、ここかなみたいなのが分かってくるので、それが良かったかなと思います。ただちょっとね、今日ね、斜め左側に残った時にスペアボールで斜めに投げるっていうのをちょっとやったんですけど、まだちょっと経験値が少なくて4番ピン取り損ねてしまったので、それも確実に今後は取れるように練習していきたいなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。